しかし、あなたの意見に合わせるとこの物語はサスペンスになってしまうぞ。私が書きたいのは論文だ。論文とは何かわかるか？厳密さが求められるんだ。では君の言葉を借りて、厳密さを求めるのであれば、最初からタタラスナの疑惑などというテーマにはするべきじゃない。決めつけられないことなんだから、交渉として書くことしかできないだろう。課題は確かに恩師から受け継いだものだ。だがこういう話というのはどうしたって興味をそそられてしまうだろう。不可思議な場所、知られざるその細部、謎の人物、好奇心からそうした論文を書きたいと思い立ったんだ。だからあなたに頼んでいるのではないか、沢田先生。赤羽さん、僕にお願いしに来た以上は、もっと僕の意見にも耳を傾けてもらわないと。ドラマ性というのは小説の核心。こればかりは仕方のないことなんだ。いや、それは。あそこの二人、タタラスナの話をしてないか？でも、あれは稲妻の地名だよな。スメール人が稲妻の謎の事件を研究してて、そのために論文まで。周りの人はおかしいとも思ってない様子だし、スメールの学術的雰囲気ってやつは本当に自由だな。おう、ちょうどあいつらが話してるタタラスナの疑惑が何なのか確認してみようぜ。では、書稿は私の交渉をもとに、沢田先生に編集してもらう方向で進めよう。今回の文章においては、きっとあの失踪した歌舞伎者が論説の肝となるだろう。あの名高い旅人が見つかればいいのだが、彼は見識が広いという話だ。何か知っているかもしれない。お、こちらが旅人さんか。おい、その顔はなんだよ。オイラたちを疑ってるのか。いやいやいや、もちろんそういうことではない。旅人さんのご存命は稲妻にいた頃から耳にしている。初めて君とその謎の白い仲間を目にしたもので、好奇心からつい観察してしまった。職業病というやつだ。すまん。沢田先生と来たら全くすまないな。私たちはどちらも家に長くこもる性分ゆえ、少々社会性に問題があるんだ。旅人さん、あなたはみんなをたくさん手伝い、いろんなところへ行ったと聞いている。そこで一つタタラスナの話をしてくれないだろうか。けどオイラたちもあそこについてはよくわからないんだ。お前たちが話しているのを聞いて興味があったから来たんだ。ああ、やはりそうなのか。前に恩師もこの課題を選んだのは難易度が高くて挑戦のしがいがあるからだと言っていた。稲妻の現地の人でさえタタラスナの昔の出来事はあまり知らないからと。ただもしよければの話だが、皆さんに僕のタタラスナ事件に関する創作の方向性を見てもらいたい。ちょっと待った、沢田先生。最初からそれだと分かりづらいのでは。それもそうだな。じゃあまず若葉さんの論文の書稿を見てもらおう。うん、紹介しよう。まずタタラスナ地区でとある資料を見つけた人がいたんだが、その中では神輿長政という人が良い刀を打ち出したことに言及されていた。しかし彼は最後にこの刀を火に投げ入れて溶かしてしまったらしい。その上、葛城という手下を殺してしまったというんだ。理由については誰にもわからない。ただこの長政とその手下、そして物語を記録した人物以外に、資料の中にはとある歌舞伎者についての言及があった。
稲妻においてこの単語は得意な格好あるいは行動する奇妙な人を指すようだ。そうだ。赤羽さんの恩師もそれなりに本土で調査をしていて、どうやらこの歌舞伎者はタタラスナでしばらく生活した後姿を消したらしい。その後に先ほど言っていた変な事件が起きた。一人の変人がいて、そいつがいなくなった後に殺人事件が起こった。どう考えてもおかしいぞ。だろう。僕もそう思ったのだ。だから当時タタラスナで起こった事件に関する細かいところを聞き回ったのさ。そしたらなんと。いきなりでかい声を出すなよ。大事なところだからちょっと強調してみたんだ。そしたらなんと、僕のとある友人が幕府の資料室で働いていて、関連を探る手伝いをしてくれたのだ。先ほど出てきた人々は皆400年前の稲妻で生活していたことがはっきりした。当時のタタラスナはすでに稲妻における清廉工業の中心地だった。そこの最高責任者は庭という官僚だったのだが、面白いことに彼もまた最終的には行方不明となっていた。失踪したやつがもう一人？まさにその通り。しかも庭という名字、これがただものじゃない。稲妻の清廉鋳造の名門を知っているか？清廉鋳造といえば、それって一心殿とかか？おや、よく知っているな。なら話は早い。この庭というのがあの一心殿最後の後継者である楓原家の縁石だったのだ。その楓原家も後に事件があって落ちぶれたという。詳細な経緯はよく知らないが、これだけ要因が重なっているとどうもいろいろと想像してしまうな。楓原家。沢田先生、一番大事なところを忘れているぞ。おっと、僕の記憶としたことがここ一番を忘れていた。皆さん、ここからが本当に大事なところだ。信じてもらえないかもしれないが、これは僕の生涯の中でも前代未聞の。もったいぶらないで早く。赤羽さんの恩師の資料によれば、九段の歌舞伎者は人間ではなく人形だったというんだ。人形？おや？お二人の表情から察するに関係ある話を聞いたことが。ただ人形なんてものが物語に出てくるのが変だなと思って。お前の言い方のせいで階段みたいになっちゃったじゃないか。そう、僕もそう思った。しかし稲妻には確かに人間でない種族がいることを考えると、人形が出てくる事件があってもおかしくはない。だからこの作品を書いたんだ。というわけで一つお目通しを。ぜひ私の論文の書稿も一緒に。沢田先生は私の論文を彼の創作の方向性に合わせてほしいと思っているようだ。だが私は論文とはもっと現実に即したものであるべきだと思っている。細かいところを全て不思議な力で片付けてしまうべきではない。沢田先生のお話の中ではっきりと言えない部分を全て政治的要素に結びつけるのはどうだろう。例えばこの事件の本質はいくつかの勢力の縄張り争いだったとか。論文ってそんな適当にでっち上げていいものなのか？おいらてっきりお前が書いてる方が小説なのかと思ったぜ。
赤羽さん、君の恩師があれだけ時間をかけて積み重ねた調査と僕の人脈をもってしてもたったこれだけの資料しかなかったんだ。もうこれ以上は深入りできない。しかも本当に君の言う通り、この件が極めて重大で、よその勢力闘争にまで関係しているのなら、なおさら真相を知るつてなんてないだろう。はぁ、それもそうだな。もう少し考えてみるよ。少し時間をくれ。新しい切り口を考え直す。まだ用事があるから先に行くぞ。論文、頑張ってくれよ。ありがとう。もしこの件に関する情報があれば、ぜひ私に教えてくれ。頼んだぞ。おい、さっき言ってた件だけど、三票と関係があるんだろ？じゃあ、もし何か分かったとしても、参考として教えてあげられることなんてないよな。だって、三票の奴はオイラたちに倒されて囚人になったんだぞ。普通こういう奴の情報って、全部極秘情報ってやつになるだろ？オイラに言わせれば、赤羽は課題を変えた方がいいと思うぞ。課題なんてものは世界中の大樹くらいいっぱいあるんだ。別に。うわあ！おい、さっきの人影を見たか？いきなり通り過ぎてったあれ、あっちに行ったけど、あれは、三票？いや、そんなはずないぞ。だって、あいつは閉じ込められてたはずじゃ。早く追いかけてみようぜ。風よ、ミオラさん。旅人にパイモン、来たのね。ナヒーダ、さっき外で残票が堂々と歩いてたのを見たぞ。あいつは閉じ込められてって、うわー、いるやはり来たんだね。閉じ込められてたんじゃないのかよ。あなたたちが気にするのもよくわかるわ。この訳は私から説明させて。残票の釈放は私の意思によるもの。私たちの間にとある取引があって、彼は私に代わって世界樹内での調査をしてくれているの。取引？どうしてあんな奴を信じるんだよ。スメールがどうして僕を生かしたと思う？考えもしなかったかい？それとも僕に死んでいて欲しかった？なら、なぜあの時とどめを刺さなかった？うぬぼれすぎだぞ。ナヒーダがお前にはまだ謎があるって。じゃあその謎がなくなったらさっぱり手を下せると？おお、それは成長したね。ついに優柔不断を捨て去ることができたんだ。あら、もう喧嘩を始めてしまったの？困ったわね。少し冷静になってもらえる？オイラたちは心配してるんだぞ。ナヒーダ、こいつに騙されちゃダメだ。君みたいな奴はなかなかいないよ。あろうことか知恵の神の知恵を疑うなんてね。実に面白い。おい、仲違いさせようとしても無駄だぞ。合理的な条件の取引であれば、相手が残票であっても私は問題ないと思うわ。もちろん
君はあの博士とさえ取引したほどだ。その誠意は信じるよ。ええ、彼の手から価値のある情報を交換できた。この点についてはいずれもっと知ることになるでしょう。この前の一戦で残響の力はほぼ消耗した。今の彼は私たちにとって戦略的な脅威となることはないわ。むしろ微妙な状況に身を置いているの。それに彼はファデュー執行官第6位だったこともあって多くの秘密を知っているはずよ。そんな彼がスメールに閉じ込められている状況だからファデュイの態度は気になるけれど。ちょっと待てよ。だったってことは、もう執行官じゃないのか？できれば、私もそう言いたくはないのだけれど。でも、博士は歯医者を連れて帰るつもりはないみたい。つまり、世間の大半は、利用するものと、されるものの関係にある。これこそが一番安定した人間の関係なんだ。ファデュイと僕、あとは彼ら同士の間さえそうであるようにね。価値さえあれば誰も捨てられない。だけどこの件が終わって僕が一部からの信用を失ったことは認めざるを得ないようだ。ファデュイ内部は僕の用途を再評価しようとするだろう。僕も自分のために退路を残しておかないとね。この間話し合ったように、私は命を傷つけることが嫌い。あなたも守ってくれる場所が必要。なら、他の勢力に身を寄せるのはどう？見ての通り、目の前の二人は、もう反対を表明している。違うかい？そして君は、こいつらの友人だから、自然とそちら側に立つ。当たり前だろ！ナヒーラ、こいつのデタラメを聞いちゃダメだ！では、このことはまた後で話し合うことにしましょう。まだ時間はあるわ。とにかく、今日のことは試みの一つだと思って。協力して。これを今後の判断に生かしましょう。わかった。僕は約束通りに動くとするよ。行ってきて。連絡は取り続けられるように。ナヒーダ、今回決めたこと、本気なのか？ええ。というより、この決定を下したのは、あなたにも関係があるからなの。そう。私は以前、世界樹には、あなたの血縁者の記録があるって言ったわね。あ、そうだぞ！今日お前を探しに来たのも、そのことを聞こうと思ったからなんだ。もっと情報はないか？ええ。あの時、ファデュイの方では、あなたの血縁者の情報を、降臨者の範疇に含めなかった、と言っていたことは覚えているはずよ。これが重要なの。もしかしたら、ファデュイは、私すら知らない情報を把握しているのかもしれない。ファデュイの一員だった残響なら、こういった情報の把握は、私より正確かもしれないわ。もう少しで、新たな神になれた彼は、権能を与えられ、世界樹と繋がることができるようになった。神の心を失った今でさえ、彼の体内には、まだ少し繋がる能力が残っているの。世界樹内部の情報量はあまりにも膨大で、私でさえ全てを事細かに網羅するのは時間がかかる。だから、この方面に詳しい残響に、私の代わりとなって世界樹で降臨者に関する全ての内容を探すように言ったの。そうだぞ！とにかくおいらは、あんな奴信じないぞ。あいつには散々邪魔されてきたからな。わかっているわ。ただ、時には立場が全ての前提となる。
未来のことは彼がどんな情報を持ち帰るのかによって決まる。それに旅人、私はずっとあなたが願っていることを知っていた。私たちは何度も意識をつないだから、あなたの心のどこかに強い思いが隠れていることをね。あの感覚は闇夜の中でただ一つの灯火を探しているようだった。残票に用心することは私がスメールの神としてすべきことでもある。でも私はあなたを友達だと思っているから、ずっとあなたのために何をできるのかを考えていた。あなたが昼夜問わずに思い続けているその答えを手に入れられるのであれば、残票との取引も喜んでやるわ。そう遠慮しないで。あなたはスメールの英雄だもの。これは、それにふさわしい報酬よ。でも、やっぱり安心はできないぞ。何かオイラたちにできることはないか？あなたたちに連絡しようと思ってたの。でも、その前にあなたたちが私のところまで来た。これは、一種のテレパシーと言えるわね。実際、あなたに依頼するつもりだったわ。私の代わりに残票を監視するように。力がほぼ失われたとしても残票は執行官。あなたが彼と一緒に行動してくれると私も安心できるわ。もちろんあなたたちが世界樹を進むためのガイドができるよう、外からではあるけどナビゲーションの形であなたたちのそばにいるから。うん、ではお願いね。準備をして、もうすぐ世界樹へ送るわ。おー、世界樹のある環境は前とだいぶ変わったな。色が穏やかに。なんだ君たち、もっとのんびりしてくるのかと思ったよ。僕が一足先に世界樹に入ったのが心配で、お友達との世間話さえ惜しんだんだね。こいつ、囚人のくせに、なんだってそんな偉そうな口の聞き方なんだ。囚人が監視につきまとわれること自体は、至って普通だ。だけど、今は僕の極外運動の時間だってこと、きちんと認識してもらわないと困るな。うまく合流できたようね。注意しておきたいことが一つあるわ。じきにあなたたちは世界樹の内部に入ることになるけれど、そこはその特殊さゆえにずっとスメールで最も重要な存在とみなされてきたの。通常エリアと違って、世界樹の内部には情報やデータで構成された本流しか存在しないの。世界樹内部での行動は常に最大限に警戒する必要があり、必要のない行動は厳に慎むべきよ。あなたたちの間に積もりに積もった恨みがあることは百も承知だけど、世界樹に入ってからは内輪揉めは絶対に禁止よ。わかったよ。これから大事なことをするのに免じて、しばらくはあいつと平和に共存してやる。気まずいのはなしにしよう。後で一緒に行動するんだからね。クラクサナリデビとの約束通り、僕が先陣を切る。経路探索、危険の排除などは僕に任せて。君たちはおとなしく、お目目を大きくして待っていてくれればいいよ。ふん、オイラたちより冒険の心得があるように聞こえるぜ。随分な自信じゃないか。他の用事がないならさっさと出発するべきだ。それともまだ心の準備ができてない？もうちょっと時間が必要かな。なあ、もうこいつの口の聞き方嫌だぞ。しつこい。ふん、始めていいよ。世界樹へのアクセスは許可。アクセスプロセス起動。これって小さな苗木か？
つオイラたちもすぐ追いかけようぜ。おお、これが世界樹の内部か。変わったところだな。それになんか怪我すことが許されないって感じがするぞ。世界樹は低ワット大陸全体と密接に関係していて、その内部に流れる全ての情報に意味がある。驚いてばかりで時間を無駄にしないでよね。出発するよ。なんでかわからないけど、あいつの言うことに素直に従いたくないんだよな。クラクサナリデビ、これから世界樹の中心に向かう。中心の場所はまだ感知できるわよね。なあ、情報の検索だけど、あそこでやるのはどうだい？許可するわ。行ってきてちょうだい。行こう。しっかりついてくるんだね。勝手に走るなよ。おい、その、ここで勝手に走って道に迷ったらどうなるんだ？何笑ってるんだよ。想像していただけさ。君が迷子になった時、果たして旅人がどんな表情をするのかをね。ここで何も起こらないと保証できる人なんて誰もいないんだ。安全のため僕にしっかりついてくる方がいい。世界樹内部の情報だ。勝手に触るな。どの方向を見てもあまり変わらないな。になりやすいわけだ。こいつ本当のこと言ってたんだな。またオイラのことを笑ってるぞ。何なんだよあいつ。騙すというのは時間と場所をわきまえるものだ。今はそのどちらも着いたよ。でっかい木だな。クラクサナリデビ、あの場所に着いたはずね。準備はどう？いつ始めてもいいよ。じゃあ準備してちょうだい。意識の本流へのアクセス準備開始。アンカーを設置。スカラマッシュのやつ、まさか本当にナヒーダのために働いているなんて。あんなやつでも死ぬのは怖いんだな。後のことは頼んだわ。新しい発見があればぜひ私たちに教えてちょうだい。ああ、おいらたちは逆にやることのない暇人になっちゃったぞ。旅人ダイモン、少しお話ししない？そうよ、タイモンも誘ったわ。おい、頭の中で直接会話ができるのか？そういう風に理解してもらっても構わないわ。それに、私たちはもうお互いを知ってる友達でしょ。たまにはこういう風におしゃべりするのも
悪くないわよね。おう、新鮮だな。悪くないぞ。あ、そうだ。さっきから聞きたかったんだけど、スカラマッシュって、なんか矛盾してると思わないか？話すときはいつも挑発的なのに、仕事をしてるときは妙に真面目なんだよな。言ったはずよ。彼にはまだ謎が残っていると。そういう事情は私の視点だからはっきりと見えているけれど、彼自身は全く理解していないみたい。もしかすると、彼は今日、答えを見つけるかもしれないわね。さすがの思考ね。緻密で賢いわ。彼の心のあの部分に触れたなんてね。確かに、裏切りこそが今の彼を作り上げたと言っても過言ではないわ。おいらてっきり、ああいう奴は怖いものなんて何もないのかと思ってたぜ。結局、大したことないじゃないか。人は皆、大なり小なり、自分だけの過去を持つのよ。パイモン。ザンヒョウがたとえ、雷神によって作られた人形だとしてもね。人形といえば、今日、教令院の前で論文について議論している奴らを見たぞ。あいつらのお題はなんと、タタラスナの事件だって。ナヒーダ、そのことは知ってるか？タタラスナで起きたあの謎の事件や、それに、歌舞伎者のことなら知ってるわよ。本当か？あいつらから聞いた話だと、タタラスナの歴史には、いろんな疑わしいところがあって、今ある情報はすべて、想像から補足したものらしいぜ。あら？面白いわね。その二人、想像力だけでこんなに有力な情報を推理できたなんて。まさかあいつら、結構当たってたのか？少なくとも、タタラスナが、かつて何かによって被害を受けた、という点においては当たっているわ。魂が三つも集まって、世間話かい？賑やかだね。いつだって、僕が参加できない話題ほど、魅力的じゃないものはない。くえ！お前、なんで急に喋ったんだよ！わざわざ僕を避けてお話ししてるんだ。きっと僕について議論してるに違いないと思ってね。それもそうだ。囚人が歓迎されないのは至って普通なことだよね。それでお前は何か見つけたのかよ。まだ探ってる。でも過大な期待はしない方がいい。君と君の血縁者は世界の外から来たんだ。世界中に全く記録されていなかったとしても、不思議じゃない。待てよ。お前、ずっとそのことを知ってたのか？それとも、ナヒエダが教えてやったのか？僕たちは何度も会ったじゃないか。君は有名人なんだし、君に関連のあることを知っていても、おかしくないと思うけど。今の君と、僕の間に必要なのは、平和さ。自ら求めて、不快な目に遭う趣味もないから、平常心で会話することくらいはできるよ。ん？待て。この光、苗木のように見えるけど、一体何なんだろう？無名のデータ？おい！約束を忘れるなよな！オイラたちにも教えろよ！しつこいな。おとなしく待っていなよ。丹羽様、本当に危険を冒してまで行くつもりですか？タタラスナの核心要路にも関わっています。軽率な行動はおそらく。炉心に入る上で、
拙者より良い人選はおらぬ。そうですか。あなた様がそう決めたのであれば。これは。うわあ！タタラスナにたどり着いてからもうだいぶ経ちますが、あなた様といい、神輿長政様といい、ここにいる皆様の親切、寛大さには言葉もありません。あなた様のいるタタラスナは、温かい集落のようで、巨大な村のようです。人々は充実した有意義な生活を送り、熱意を抱きながら暮らしています。私の知る限り、将軍様は長年にわたり、稲妻の大地に猛威を振るう邪悪な妖魔を退治してきました。タタラスナという場所も、当初は消化骨髄を消費するために設立されたと存じております。消化骨髄を消費するために鍛造業が盛んになり、代々続く刀の職人が生まれました。世に名を馳せた者もいれば、黙々と一生を過ごした者もいました。伝承は、このようにして継がれてきたのです。技術、血筋、夢。この工業に魅せられたすべての職人たちは、刀と鋼の中で自我を求め続けてきました。あなた様が私や赤目さんの提案を受け入れたのも、そのためなのでしょう。エッシャー殿、赤目殿が言っていたでござる。お主が稲妻を訪ねてきて、偶然に彼と友情を築き、共に技術を研究しておらねば、こうも早く、鍛造技法を改善する術を思いつくことはなかったであろう、と。お主は、共に研究した技術を赤目殿に譲り、その後、彼は技術を拙者に売ってくれた。今や、タタラスナの炉心で回る鉱石のすべては、新技術によって精錬されたものでござる。それだけでなく、お主もタタラスナの顧問の一人としてここに滞在し、我らに付き合ってくれた。お主の到来は、我らの生産や鍛造の様式を変えてくれたのでござる。過分なお言葉、恐れ入ります。もともと、稲妻の鍛造業を鑑賞できることは、実に喜ばしいと思っておりましたが、あなた様方と共になれたのも、私にとって光栄なことです。しかし、エッシャー殿、本当にそれだけであろうか。と言いますと？今日まで、物事のすべてをつなげて考えたことはなかった。それは、このように邪推することも、そうせざるを得ないほど事態が悪化していると信ずることも、いずれもしたくはなかったからでござる。新技術の実用化を受け入れたことで、我らは何を得た？怪しい黒煙、滞留する問題、職人の体力の損耗や支障の比率は上がり、それらが発生する間隔は日ごとに縮まってきておる。知っての通り、最近まで炉心内では怪しい汚れのせいで死人が出ていた。情報を抑えて外部の人間には真実を公表していなかったが、そのあたりは拙者よりも詳しいはずであろう。エッシャ、外へ助けを求めに行った者は誰一人として帰らなんだ。己や拙者の友である歌舞伎者も、あの金色の羽を持って、鳴上島の将軍様へ謁見しに行った。これは、我らの最後の希望と言っても良いであろう。かような状況になっても、エッシャ、己は何も恐れていないのであろうな。出なければ、どうしてその顔にまだ微笑みが張り付いているのか、説明がつかぬ。これはただ、驚いているだけです。あなた様から、
このような本心からの言葉を聞けるとは思っていませんでしたから。この推測はあなた様の心の中に長くあったものなのでしょうね。三越長政様もおそらくはこの一連の事件の裏にある共通点に気づいたのであろう。つまり己のことだ、エッシャ。ただ三越様は強直なお方ゆえ、行いも拙者より用心深い。噂によりますと、三越様は将軍に切り伏せられた幼女トラチオの養子であり、家族の汚名を晴らすために検討してきたと聞いています。行いが用心深いのも当然のことです。そこまで内情を知る者が遠路はるばるフォンテーヌから来た一階の機械職人というのは少々役不足ではなかろうか。丹羽様がおっしゃっているのは、私に公方の職でも見繕っていただけるということですかな。しかし残念ながら私は技術にこの身を捧げるつもりでして。もう良いであろう、エッシャ。拙者がここに立っているのは炉心内部で邪悪な力が猛威を振るっているため、それを解決するためには己のよこした邪水を吸収できる装置を持ち、危険区域に入る人間が一人必要なのだ。拙者はここの責任者ゆえ、その席を追い勇気を持って死へと赴こう。だがエッシャ、己は何を待っているのだ。その目を見れば私を深く疑っていることは明白ですね。今さらその芝居を続ける必要もなかろう。己が誰であれ、タタラスナを破壊する計画はうまくいったようであるからな。ただ知りたいのだ、ことここに及んで一体何を待っている。ここにまだ己の好奇心に対する答えがあるというのか。丹羽様、私はこの時を待っていたのですよ。このようにあなた様の話を聞き終えてから決して炉心へ入れぬよう阻止する時をね。己は、私の予想より少しは賢かったようですね。少なくともここに着いた当初はうまく偽装できていたと思ったんですがね。まさか当時からすでに私の情報を探り始めていたとは思いませんでした。稲妻とフォンテーヌは遠いですからね。あなた様の配下がエッシャーという名前は偽名であり、フォンテーヌから来てなどいないと確認するまでかなり時間がかかったはずですが、それでもなおあなた様は私の正体もこのタタラスナの何がまだ私を引きつけているのかも想像だにできなかった。お前ごときにこの私が仕掛けた罠が見破れるとまさか本気で思っていたのか。拙者を殺めてしまえば炉心に入る人間がいなくなるぞ。この地を滅ぼすつもりか。いやいや、まだもう一人いるはずだ。人間だとは思われていないかもしれないが、彼にそうだと告げたのは他でもないお前だったな。お主は人形などではない人間なのだ。違いといえば心が一つ少ないだけではないかと。己の背後にまだ他の勢力がいることは遅かれ早かれ露呈することになる。しかしどうしてもわからぬ。これらのことにあたって何を意図している。本来であればより徹底的にやれたはず。違うか。それは無論、干渉と実験のために決まっている。
何せ私は尋常でないほど辛抱強いからな。もちろん、もし気になるなら、本当の名を教えてやることもやぶさかではない。私のことは、ファトゥス、博士と呼ぶがいい。ファ、ディ、だと、何を、するつもりだ。お前たちの国に少しだけ、本当に些細なトラブルを起こしに来ただけだ。故に己は、技術を改善し、消化骨髄に含まれる邪水の力を、最大限に発揮できるようにさせた。お前のように身分のある人間も、死に際にはそんな凶暴な顔を見せるんだな。私が作った装置は本物だ。外の人間に悟られず、この災難を解決するには、あれが必ず必要となる。ただあの装置が、お前のために用意されたものではなかったというだけだ。憎しみを持つほど、人間はより簡単に邪水に取り憑かれる。だから思い切って怒ってくれていいぞ。この心臓が人形に入った時、どんな効果をもたらすのか見てみたいからな。どうせお前がいなくなれば、遅かれ早かれ、あの純潔な人形を利用したがる輩が現れる。人間と、そうではないものが友達になる理由なんて、他にないからな。拙者の心臓を彼に渡すのであれば、彼に伝えてくれ。長政様も、拙者も、皆、彼のことを、仲間だと、思っていると、彼が、自らを証明するために、何かをする必要はない。人と人の間は理解だけではないのだ。そうなるのは博士とやら己のようなやつだけだ。なんと美しい理想か。この私でさえ少々の罪悪感を覚えざるを得ない。そうだな、お前を尊重して私自身の定義を変えてやろう。お前さえ良ければ、私のことを化け物、あるいは君とでも見るがいい。お前が死んだとしても、それは愚かさのゆえに殺されたのではなく、超越できないものに負けただけなのだ。丹羽様よ、楽しみに待とうじゃないか。果たしてお前の友達の人形は人間になれるかな？いいや、もちろん不可能だ。ん？庭？ほっと、もうこと切れたか。実に残念だ。さて、どうけよ。これでお前から預かった任務は完了だ。ギャップを作り、稲妻の動きにはめ込む。実に面白かった。では、一人の人形を紹介しよう。もし彼に使い道があれば、私たちの同志になってもらう。そうでなければ、塵になってもらうまでだ。ドットーレ。ドットーレ。いいね、実にいいよ。さっきのは博士？あいつ
フォンテーヌの職人になりすましてたってことか。でもどうしてオイラたちが見たのはあいつ視点のものだったんだ。博士に触れ断片をすべて取り除いたかを確認したとき、彼の心の中からこの記憶を読み取ったの。あなたにとってこれは真相と言えるものでしょ。こんなものは全く無意味だ。そうかしら。けれど記憶の中の庭はあなたを裏切らなかったわ。あの時タタラスナであなたが装置を炉心に持ち込むよう仕向けたのは彼ではなかった。その意味は私よりもあなたの方がよくわかっているはずでしょ。場所を変えようぜ。あいつなんだかすっごく怒ってるみたいだし、近づくのが怖いぞ。彼に感情を消化する時間を与えてあげた方がいいわ。オイラ、タタラスナのことはまだはっきりしてないけど、あれが博士の仕業だったってことはわかるぞ。どうしてあいつはそんなにムキになってるんだ。今までそんな風にパイモンを騙した人はいなかったから、理解できないのも無理はないわ。おそらく、遅かれ早かれ、彼はこの情報を知らなければならなかったわ。これ以前のことは、あなたたちも知ってるはずよ。歌舞伎者はカツラギに拾われ、タタラスナの人々と共に暮らした。その後、博士がフォンテーヌの職人に変装し、一連の騒動を引き起こしたの。すべては、博士が意図的に仕組んだ恐ろしい実験。それは、未来の稲妻に発芽させる、災いの種を埋めるためだけに行われた。そして残票も、博士の実験に巻き込まれ、実験対象として、大いに注目を浴びることになったのよ。その記憶の後、真相はこうなるの。博士は庭の心臓を装置に組み込み、それを残票に渡して炉心の中心部に入らせ、溶錬による汚れをすべて吸収させたの。予想をはるかに超える負荷だったけど、残票は生き延びた。彼は疲弊して炉心から離れるとき、職人に問いただした。この装置が自分を守ってくれたようだ。中身は何だ?と。そして職人は答えた。庭様は罪を恐れて出奔されましたが、あなたへ贈り物を残されました。罪なき従者から奪った、あなたにとって念願のものであるとのことでした。と。そう言って職人は枯れた心臓を装置から取り出した。残票は想像もしなかった。自分が渇望していたものが、このような残酷な形で目の前に現れることを。他人を殺して奪った心臓は確かに不吉なものだけれど、それが汚れから身を守ってくれたなどということを。彼は自分が庭に完全に裏切られただけでなく、その裏切りによって生き延びてしまったと思い込んでいる。怒りと悲しみが込み上げた残票は、心臓を強く地面に叩きつけて、断固としてタタラスナを去ったの。そうだったのか。つまり、博士は罪のない人を殺しただけじゃなく、それを死んだ人のせいにしたってことだよな。なんてひどいんだ。そうね。それを理解してこそ、彼は初めて進むべき未来への道を選べるわ。ドットーレ、よくもこんなこと。
庭は鼻から罪を恐れて逃げたわけじゃなかった。お前が彼を殺したんだ。おい、物騒な顔してるな。僕を心配してくれているのか？僕たちの間に、あんなことがなければ、危うく僕も、君たちのお友達になれるかもしれないと、思ってしまうところだ。もちろん、約束は守るよ。まさかお前、オイラたちの知りたいことを調べてくれたのか？僕たちはそのためにここにいる。違うかい？ただ残念ながら、世界中に降臨者についての記録がないことは確かだ。あなたがそう言うのなら、どうやら本当に世界中は降臨者を記録しないようね。世界の外から訪れし者が、テイワットに属することはないんだわ。要するに、収穫なし、か。そう焦らないでよ。なんだい？その落ち込んだ顔は。個人的に、少し情報をあげるよ。え？お前、何か知ってるのか？君の妹が世界中に記録されていたのは、カーン・ルイヤと関わりがあったからかもしれない。噂によると、彼女が初めてこの世界に降臨した場所こそ、まさにカーン・ルイヤだったという。そして、彼女がこの世に降臨した原因は、天空が召喚に応じたからだと。天空が召喚に応じた？これは、道家の口から聞いた言葉だ。間違いはない。彼はかつて、カーン・ルイヤの宮廷魔術師を務めていて、君の妹と一緒に過ごしていたことがある。詳しいことは僕もわからない。信じるかどうかは、君の自由だ。僕が言いたいのは、こんなことで、君を騙したりはないってことさ。クラクサナリデビ。君も聞こえただろ？ええ。驚くべき情報ね。世界樹からの情報じゃないけど、僕の収穫と言えるかな？価値はあるかい？とても価値があるわ。そうか。なら、次はプライベートな時間だ。え？お前、何をやったんだ？クラクサナリデビの言う通り。僕の力は残りわずかだ。残存する神の力を尽くしても、この障壁を維持できるのは、ほんの少しの間だけだろう。君に教えた秘密は、感謝を受けるに値するはずだ。見返りとして、今、僕の質問に答えてほしい。僕の手を取って。こうやって会話するのかな。いや、それはもう無理だ。君と少し言葉を交わす程度が限界だろう。教えてくれ。この世界で歴史が変わったことはあるかい？これでいい。いや、ただ助けてくれたお礼をしただけさ。じゃあね、君たちも早くここから離れた方がいい。どこへ行くんだ？おい、
相変わらず勘がいいね。だけど僕たちはもう会うことはないだろう。残響、それに歌舞伎者、この二つの名前は存在なきものとなる。タタラスナで死んでいった。僕と関わりのあった者たちは別の人生を歩むべきだ。おい、スカラマッシュ、お前何かバカなことをしようとしてないか。そういえば僕は虫が嫌いだ。小さくて数が多く、群れをなして生きる、そういうものを取り除くと気分が良くなるんだ。そして今、虫は誤ったところに足を踏み入れた。幸い、それらはすべて正すことができる。僕は、清く正しい答えを出してみせるよ。スカラマッシュ！スカラマッシュ！ダメだ。本当に消えたぞ。何かあいつを探す方法はないかな。まずい、本当に消えたぞ。私の声が聞こえる？あ、ナヒーダ！旅人にパイモン、そして残票は、先ほど何が起こったの？私は急に何らかの力に遮られてしまって。スカラマッシュの仕業だ。あいつがお前を締め出したんだ。想定外だわ。彼にはほとんど力が残っていないというのに、まだそんなことができたなんてね。もしかして破れた時に力の一部をこっそり隠していたの？それとも彼は全力を尽くして本来到達できない境地まで登ったのかしら。あいつどこへ行ったんだろう。うわ、ごめんな、ヒーダ。オイラたちが見張ってたのに。大丈夫よ。あなたたちが悪いわけじゃないわ。この先どうなるのか、私も完全に把握できているわけじゃないけど、私に任せて。そろそろ時間よ。私の導きに従って、一刻も早く世界樹の内部から離れましょう。